封印術が有効なうちはオルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切り勝ってください。天を突き地を砕かん、ただ斬るのみ。見えない源氏にさえよ刃。マハムーグオルタ、創生神をかたどった死銀の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクル、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じて、世界は進化し、より良いものになっているのだと。そこ無駄にはしない。ゲルジマイコさん、悲しみマスター、少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな終わり方はギドさんが一番望まないはず。そこだから、無造無造キリステン。バハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。まだまだギド君、君はリリスの強行の最大の被害者であり、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕の思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちも見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら、目には目をつけた。ヌリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し時間をください。終末の光、破局をもたらす神の子、死んだ万象の断りを超越する力を持って、今この場で空の全てを破壊するつもりか。これがお前の望むことなのか。違うだろ。両断す源氏の神の子、さえよ刃。大松無限、金で神の神の敵が止まった。しかしこれではまだ野郎をぶっ放してくるつもりだ。みんな私のところへ集まってください。みんなブリアの元へ。それ私がみんなを守ります。そのものを核にして転入していたのです。リドクのこの姿は、人混みに破壊神を宿したようなもの。したがって、存在権の主従は、未だリドクにある。であれば希望はあります。一体が分離している今、リドクとオルタの霊的なつながりを立てれば。うまくいったね。聞かせてこない。治療と声に満ちきってんじゃねえぞ、リド。このまま世界をぶっ壊しちまったら、お前の心も気持ちも、全部嘘っぱちだったってことになるんだぞ。ありがとう、ルリア
ちゃん。討伐無限。ファブラス。もう語りたいでしょ。マルファ。あなたは一位先進に前。誇張時、絶滅か。なんだと。これはオルタが存在権を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってのかよ。見え、これで抜きてみて。姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。テラのためにバカ力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ。自分の本当の気持ちってやつを。ただ自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんなんで、負けじまるのものではない、本当の井戸さん自身。刃さんが思い出して、井戸この力でソラもルリアもお前たちも。あの空間に開いた穴。そうか、オルタが本来存在している空間のゲート核であり、より代となる肉体を喪失したオルタ、こちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒し、リリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だと言うな。前散りなし。焦りは感じないもの。俺たちは歴史上の貴公子だからな。どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。もちろん、この続きなの。いいぞ。俺は感謝してるぜ、団長と。お前たちと空の旅ができていることによ。私も同じくだ。空を守るため、必ず。私たちの旅は、ここで終わりません。やっちまおうぜ、相棒。よもっとみんなでまた旅の続きだ。
偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子、何時の名は。やりました。オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。無茶が過ぎますよ。ご心配なく、すぐに戻ります。よかった、無事みたいです。こんにゃろー。
来れなかったらどうするつもりだったんだよ。ベニアの兄ちゃんがいなかったら。D 君、無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ、落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。ローランド。そうですね、僕が戻るまでの間、ホルカのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいです。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に。最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう気負うもんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ホルカへ。だな。してねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。空域はエインステッド群島。フォルカに向かって全速前進だ。
あなたも私を助けてくれました。ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域。そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。